届けしてまいります。お届けしてまいります。進行は私、近藤みやびと、はい、そして私、スーパーフォーミュラのオフィシャルアナウンサーのピエール北川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、すごいたくさんの皆さんに来ていただいて、はい、本当にありがたいんですけれども、うん、この状況でございますんで、あの、もし体調にちょっとね、なんか不安がある方はですね、すぐ最寄りのスタッフにお申してくださいね。よろしくお願いします、うん、ご無理のないようにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、さあ、ここからはですね、お二人お招きするということなんですけれども、はいはい、お一人お一人ね、登場していただいて、はい、しばらくちょっと進めていこうかなというふうに思います。それでは早速、はい、ゲストの皆さんご紹介いただけますでしょうか、はい、まずは最初に登場していただくのはこの方でございます。日本レースプロモーションの会長、近藤レーシングの監督をお務めになっていらっしゃいます、近藤雅彦さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あ、こちらバルンタ、いいやつなんじゃん。なんかいきなり、ありがとうございます。ありがとうございます、差し入れで。差し入れありがとうございます。今回はね、川崎フロンターレの皆さんも応援に来てくださって、うん、しかもね、いつもだったらね、サッカーのピッチにいるワルンタがですね、なんとサーキットに来てくれて、川崎のソウルフード、ソウルフード元祖担々麺、ニュー担々麺、あ、こういうのがあるんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。ワルンタ、俺にね、あの、なんかがね、プレゼントされるとね、ちょっといいこと言えるよ。実況放送で、はい、ということで改めまして、近藤雅彦監督でございます。改めて大きな拍手よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。はい、じゃあよかったらおかけください、どうぞおかけになってください、はい、まあそれにしてもこれだけ今回はたくさんの皆さん来ていただいておりますけど、みやびちゃん、はい、いつものスーパーフォーミュラのファンの方はもちろんなんですが、今日は最前列にもたくさんのサポーターの皆さん、ね、来ていただいてますけれども、ありがとうございます、はい、今日はですね、はい、川崎の先日、はい、等々力競技場、等々力競技場、はい、で、あの、監督も行ったんですよね、現地。もちろんです、はいはい、で、なんとですね、はい、始球式をということで、始球式、さっきじゃあ、あの始球式もさっきの勢いで蹴られたわけですか。今それをやったんですけど誰も反応してない。申し訳ございませんでした。でもね、はい、ね、はい、またね、始球式っていうのも、うん、まあ、野球の始球式あります、うん、ありますよね、はい、マウンドから投げるのが、はい、サッカーの始球式は、はい、PK なんですよ。あ、そうですね、ペナルティーキックのところにボールを置いて、はい、やるんですね、うん、それで、はい、まあ2万人以上のほもうファンの方が、超満員のスタンドが、川崎フロンターレの皆さんもいらっしゃって、はいはい、サポーターの皆さん、一発で決めなきゃいけないわけですよ。なるほど。万が一外したら、ええ、いや、マジで外したよ。あいつ、もう動画が一気に拡散しますからね、そう、それがもう頭の中よぎっちゃって、はい、相当震えますね、それは。前日、ええ、息子相手に練習してた、近くの公園で、公園で、ね、はい、まさかの、サッカーボールがしばらく使ってなかったんで、はい、まあ、家にあったんですけど、はい、ペコペコで、あ、あれもね、結構自然に抜けてきますから、はい、そうなんですね、はい、空気を入れたら、どのぐらい入れていいか分かんない、はい、もうすっごいカチカチになりますからね、入れすぎると。カチカチになってて、蹴ったら、はい、足が痛くて。だろうね、痛いよ、それは。それはだろうね。あのね、本当に何球も硬いやつで蹴ると、うん、足腫れ上がるぐらい痛くなりますもんね。サッカー選手ってすごいね。確かにそうですね。足もこんな太いでしょ、それであのスピードでゴールをするんだから、はい、まあ、ちょっとでもかっこつけないかと思って、はい、そのシーンをご覧になっていただいて、皆さんどれぐらいいらっしゃいますか、始球式。ほら、ありがとうございます。すいません、じゃあ、あの、お約束通り聞かせていただきます。近藤雅彦さんのシュート、始球式、うん、素晴らしかったという方、拍手よろしくお願いします。よかったですね、その一蹴りで感動させたわけですよ。実際どうだったんでしょうか。今ので終わったじゃねえかよ。実際も聞く、掘り下げちゃいました。ぶっちゃけ、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 まあ、入ったんですよ。入りました、入りました、ゴールできたんですよ、でも説によりますと、僕は JRP の代表として、はい、あのスーパーフォーミュラの宣伝に行ってるわけ、はい、なるほど、はい、で SNS 的なことで言うと、はい、外した方が炎上するんだ、はい、まあ、そっちか、そっちの方が拡散したんだ。そう、なるほど。だからもう蹴る瞬間までどっちにしようか迷っちゃって、瞬間まで、それはもうね、蹴る瞬間まで、はい、その JRP の会長とか、はいはい、
マッチを取るから。で、揺れ動いたんですね。の会長としては外した方が拡散されるから、はい、みんなにこう宣伝になると、はい、でもマッチは外しちゃダメ。やっぱりアイドルのマッチは外しちゃダメなんですよ ね。で、最終的にもう本当のギリギリの決断はマッチだ。ここすいません、大きい拍手いただけますかね。ありがとうございます。やっぱりね、あの JRP の会長はまだ今年始まってばっかりでございます、うん、はい、まあ、アイドルのマッチはもう何十年もやっておりますので、現場に行かせていただきました、はいはい、あのまあ、勝ったんですよ。すごい盛り上がりますよ。勝ったんですよ、はい、フロンターレ勝ってもらって困っちゃうんですけど ね。勝ちました、はい、もう汗びっしょりのもうずっと走り続けた選手が、ええええ、勝って終わったら、はい、サポーターの方にダーッと行って、そうですよ、サッカーってね、サポーターの方どん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 やって旗を振ったりとか、はい、あそこに行って、うん、ありがとう、うん、美しいですよね、あの、ね、心のこのコミュニケーション、うん、疲れてんだからちょっと休めばいいって思っちゃうんだけど、うん、やっぱりそういうのを見て、うん、やっぱりスポーツ選手がファンの人に対する、うん、あの気持ち、うん、あなたたちがいるから僕はスポーツ選手として成り立ってるんですよ、うん、なるほど、ファンがいるから J リーグとして成り立ってるんですよ、うん、っていうのをすごく目の当たりにしまして、うん、はい、まだまだ改革はできてませんけど、うんうん、まあ、スーパーフォーミュラーのドライバーたちにはね、うん、少しずつはあのお願いして、うん、もう彼たちももうすごく僕がもううるさく言ってるんで、うん、もうこれ以上言わなくたって俺たちやってるよっていうスタンスなんですけども、うん、でも本当によくやってくれてて、うん、最近はあの、まあ、SF5 なんかもあって、はい、アプリでね、ファンもどんどん増えてきてやってますから、うん、でもまだまだ確かにいろんなスポーツのジャンルでやっぱり本当にファンの皆さんと選手の皆さんが交流してる、その交流の仕方とかもいっぱい参考になることあるんで、本当にね、そこから、だから今回会長あれじゃないですか、あの今日ね、最後まであのレースをご覧いただいた皆さん、当然レースが終わると表彰式があるじゃないですか。その表彰式が終わった後に一応あのレースに参加をしてくれたドライバーの方、まあひょっとしたらまあ体調でね、たまに脱水症状でこう表彰式も得られないぐらいの体調の選手もいたりする時は夏のレースあるんですけども、基本的には全てのドライバーを全員はい、あの表彰台のところに来てもらって、最後ファンの皆さんに来てくれてありがとうという時間を作ろうっていうね、そう、はい、そういう試みをやって、まあ、うん、もちろん選手としてはね、うん、もう本当にもうコンマ何秒でずっと戦ってきて、はい、そうですね、降りてチェックを受けて、はい、また仕事があって気持ちになるんですけども、うん、でもそこをね、うん、あのまあ、だからあのなんていうのかな、どうしてもくれない人は別にしょうがないと思う、うん、しょうがないは、はい、でも本当に気持ちがあるというドライバーに一人はね、ぜひぜひ参加してもらいたい、うん、で今後僕この前も昨日から提案したんですけども、はい、例えばレースが終わります、はい、チェッカーを受けます、はい、んなクソ野郎とか思ってジョナルさんよ、びっくりした、はいはい、そんな選手もいっぱいいるわけですよ、はい、多いよ、行かないわけですよ、まあ、確かにね、悔しい思いしてね、あのあんなとこであんなこと攻めてきやがって、はいはいはい、でもね、レース終わって、はい、もし心に余裕がある人は、うん、チェッカーを受けたウイニングランをやってる最中の一周は、うん、オフィシャルの方やファンの方に手を振ってください、うん、はい、ゴールしたと悔しいけど、うん、まあ、でも本当にありがとうねってみんなにこう一周ね、うん、手を振って帰ってきてくれるとファンの人もなんか嬉しくない、いや嬉しいと思いますよ、オフィシャルの人もね、はい、やっぱり何かあったら俺たちが守んなきゃっていうオフィシャルの人も、うん、やっぱりありがとうねって言われると、そうですそうです、そういう気持ちになるんで、うん、まあ、今回はちょっとまだそれ報告できてないんですけど、はい、次戦ぐらいからもちろん最終戦にはね、うん、合わせて、ね、あのゴールしたらみんな手を振ってあげてね、1年間ありがとうのお礼もあるからね、うん、っていうような話もしようかな、うん、素晴らしい、すごいね、いっぱい考えてくれてる、熱いことをいろいろ考えてて、うんうん、だって今まであの、まあ、僕も歴代のいろいろな、ね、会長も、はい、はい、まあ、一緒にお会いして一緒にもやってきましたけど、はい、こんなに県知事訪問する人いないでしょ、いや本当にたくさん行かれてますよね、もう茨城行く、栃木行く、違うね、県知事の人ってここだけの話だけど本当に買って、いや、すみません、YouTube に残るコンテンツでございましたけども、はいはいはい、すみません、勝手というか、やっぱり、うん、あ、マッチ来るんだみたいな、あ、そしたら忙しいんですよ、彼たち、公務がいっぱい詰まっててね、ですか、はい、
15分でしたら、はい、いろいろと調整させていただきまして、15分いただくんですよ、うん、で行きました、はい、であっという間なんです15分、はい、僕たちが言いたいことを報告して、うんうんうん、県知事が、まあ、僕たちも県として応援します、はいはい、記念写真を撮って、はい、もう15分いっぱいなんですよ、はい、もう時間が来たなと思うと、はい、知事の方から必ず会長うちの事務員がファンなんだお決まりな。起きましたね。お決まりな。事務員がファンなんで、あっちの部屋の方で、事務員が待ってるんで、はい、サインしていただきませんか。私も一緒に行きますから。県知事はあれ15分じゃなかったのかな。私も一緒に行きますからって。で事務員写真全部撮り終わったと、はい、今度県知事が、はい、すいません、神さんに見せたい。ツーショットよろしいですか。こうな。なるほどなるほど。もう大体そこで30分ですよ、ね。でもまあ、はい、そんなことでも。はい、アピールさせていただいて、まあ、野尻選手に来ていただいたり、ね、山本選手に来ていただいたり、そういう意味では、うん、本当に、まあ、大分もそうだし、はい、宮城もそうだし、うんうんうん、やっぱ県が応援してくれるとすごくね、そうなんですよ、心強いです。やっぱりね、本当全国各地からこうやってねスーパーフォーミュラー、はい、ミニファンの方も来てくださるんですけど、やっぱりねその開催する地元がね、やっぱりね行政も含めてみんながこういいムードで盛り上げてくれるようになると、はい、もっともっとねいい化学反応が生まれると思うんですよね。政治的なことで言うと、うん、やっぱり茂木なんか来ていただけると、うん、やっぱり水戸だったり、はい、あとは、宇都宮だったり、宿泊客やっぱ増やしたり、うん、そうすると町が潤うと、そういうことなんで、うん、ウェルカムスーパーフォーミュラーなんですよ。なるほど、なるほど。だからもっともっとお客さんが増えてくれれば、はい、もっともっと県が応援してくれる、はい、そうですね、はいはい、やっぱりそうやって皆さんも少しずつそうやっていろんなところ行っていただくっていうことが、結局その、はい、みんなを幸せにするっていうね。そうですね、幸せ大使だ。幸せ大使、幸せ大使、スーパーフォーミュラの会長を改め、スーパーフォーミュラ幸せ大使、ハッシュタグ幸せ大使でお願いします。皆さんどうもすいません、今ちょっと神が降りてきてしまいましてね、思いついて喋ってしまいましたけど、幸せ大使ということで、はい、でも皆さんが本当に大使ですよ、はい、だからファンのみんながこうやって来てくれて、例えば自分のそういう帽子とか T シャツで街でお買い物してくれたりすると、うん、スーパーフォーミュラ来てくれてるファンの人たちがお買い物してくれてね、うん、あ今日レースあるのかなって街の人も気づいてくれたりとか、 そうですね、そういう本当に一人一人が幸せ大使っていうか、うん、スーパーフォーミュラの大使だと思ってもらったら、でどんどん出かけてほしいですね、うん、はい、さあということで今回は川崎からそんな幸せ大使の皆さんがいっぱい来てくれているんですが、その川崎で熱い走りをしてくれた男がどうやら来てくれたみたいなんで、ちょっとみやびちゃん呼びましょうか。じゃあね、はい、それではもう一人のゲストをお呼びしたいと思います。皆さん大きな拍手でお迎えください、はい、伊藤忠 NS チームインパルカーナンバー19関口優一選手です。大きな拍手でお迎えください。ようこそ、よろしくお願いします。お願いします。あ、ワルンタから差し入れ、差し入れありがとうございます。ありがとうございます。グータッチで、はい、ありがとうございます。さあ、ということでございまして、どちらかというと、はい、彼のキャラは、うん、彼のキャラですね。お、ちょっと悪い感じの、もう分かりますか。本人が言うのはあれですから、悪いキャラですか。オラオラね、ちょっとオラオラ、ね、だけど心優しいですよ、ちゃんとこうやって差し入れしてくれて、ね、はい、ということで改めまして、先日のですね、その川崎フロンターレのサポーターの皆さんの前で、はい、赤虎で、うん、ね、サッカー その、まあ、これから試合が始まろうという時に走っていただいた関口雄一選手、はい、まあ、今ちょっと本番のレース前なんでね、はい、まあ、本当にギリギリのところで来ていただいてますけど、どうでした、あの時。いや本当に自分自体も、スタジアムで走行するって経験、まあ、あとそのスタジアムの前に、はい、近くの公道でも走らせてもらったんですけど、あ、そっかそっか、はい、まあ、両方初体験だったんで、自分としては、うん、まあ、本当に刺激的だったし、うん、またスタジアムの熱狂っていうのがすごくて、まあ、構造の問題もあるんですけど、こうなんていうか、ぐるっと一周回ってるんで、はいはい、ファンの皆さん の、うん、その距離感とか、 あとなんかもうその声で地響きじゃないけど、うん、そういうのを経験できて、自分としてもすごい貴重な経験だったんです。いいことを教えましょうか、はい、実はね、茂木もね、大丸コースでレースやったらね、全部スタジアムみたいに全部囲めるんですよ。確かにそうですね、はい、やります？ありますもんね、一応もう今
がちょっと使えないみたいなんですけど、はい、でもなんかそういうスタジアムの空気感っていうのは味わってみるとすごいやっぱり興奮しますよね。そうですね。だからまあ、あとまあ自分含め JRP の方も本当にそのサッカー行ったことによって、あの普段のファンサービスとか、まあ、得るものもあったなと思います。そうですね。いや今ちょうどね、あの会長の立場で言ってくれましたけど、サッカーのピッチね、もう90分駆け抜けて汗だくになっても選手のみんながサポーターの皆さんにありがとうってこう、はい、あの心の通い合い、うん、やっぱああいうのもいいですよね。そうですね。はい、今日あのお願いしますね、最後レース終わった後。はい、わかりました。聞いてます。一番基礎もないタイプ。会長、いやいや、会長、そんなことないですよね。すごく細やかな心遣いができるドライバーですから。終わった後は出てないです。まあ一番いいのはね、本当表彰台に立てるようなレースがあって、そしてねファンの皆さんの前でね長い時間いられるのが一番いいと思うんですけど、表彰台はチャンスじゃないですか。今回おかげさまで川崎フロンターレのサポーターの皆さんが来るって分かってて、今シーズンベストグリッドですから、一番今シーズンいいスタートにして、験がいいですね、そういう意味ではね。そうですね、はい、流れも非常にいいので、あの最終戦の前もぜひよかったら個人的に行っていただいてですね、走っていただいて大丈夫ですか。自分でバスとチケットで今日勝てたら検討します。まあでもそういう交流があって、でもあの期待してるんじゃないですか、自分の中では今日のレースっていうのは。そうですね、今日は5位、5番手からあのスタートなんで、十分あの優勝狙える位置で、うん、まあ、久々に、まあ、今年ちょっとずっと予選が沈んでたんで嬉しかったね、うん、あのでも本当に優勝が見える順位で今日はあのスタートできるんで、はい、久々になんかすごい楽しいです、はい、朝のフリー走行はもう何回スタート練習してた？5回ぐらいでしょ。、まあ、メカニックの皆さんがクラッチがって思うぐらい5回ぐらい練習してた、はい、そうですね、はい、いやでもだからそれだけ今回スタートダッシュ決めて、うん、もう悪くても表彰台、うん、うまくいけば勝とうっていうぐらいの気持ちが伝わってきましたね、うん、そうですね、やっぱそういう熱い走りで勝った時のまたパフォーマンスというか喜び方が僕大好きで、うん、もうね興奮した感じのね、もう喜び方が大好きで僕、うん、でそれ見せてほしいので、はいはい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。関口雄選手、さあ気持ちも入ってきているところで、はい、じゃあ今日はもう先ほどからお待ちかねの、はい、ありがとうございます。続いてのコーナー行きたいと思います、はい、質問コーナー移りたいと思います、はい、お質問は1人につき1問とさせていただきます。それでは最初の方お願いします、はい、よろしくお願いします。今日はどちらからお越しになりましたか、はい、東京です。ありがとうございます。じゃあご質問どうぞお願いします。私もフロンターレ戦の始球式を見に行って、はい、それですごく応援席のところで見たので盛り上がっていたので、うん、感動した一人なんですけど、はいはい、大宮で皆さんに応援してくださいってスタッフの方とかも言っていただく中の、どういうのが一番声が届くのかなっていうのを、逆に肩とか振ってるけどシュンって言っちゃうし時速300キロってシュだからね、はい、なのであの何かの形でちゃんと応援を届けたいなと思ったので、うん、何かいい案があれば頑張りたいです。どうですか、どうでしょう、その関口選手どういう、まあ、あの一番なんだろう、まあ、乗ってる時が確か言われたり、あの瞬時に過ぎたりとか、はい、まあ、あんまりヘルメットとかしてるんで聞こえないですけど、うん、スタート前にグリッドにこう並ぶんですけど、はい、大体横になんかグランドスタンドって言って観客席見えますよね、うん、まあ、たまに応援席があって僕らもそこに逆に挨拶行ったりとかするんです、はいはい、そういったところだと、まあ、あのスタート前で止まった状態なんで、うん、まあ、ある程度声が届くのかなと思います、うん、今日はフロンターレの皆さんは特にあの大体皆さん同じ場所で見ていただけるんで、はいはい、そこにもしスタート前に関口さんが行っていただいてね、はい、フロンターレの皆さんって言って僕がちょっと声でもかけたら、はい、でも茂木は、もしかしたらなんか遠いよね。あ、そうですね、遠い。大丈夫ですよ、どれぐらいいつも声張ってると思ってるんですか。届きます。すごい声の張り方してますから、サッカーのサポーターの皆さんは ね、 ね、 てました。でもちょっとね、あのフロンターレの皆さん、僕も声掛けしたいと思いますんで、うん、フロンターレの皆さんって旗打ってよーってちょっとやってもらいます、うん、ね、それで多分届きますから、はい、やりましょうよ、やりましょうよ、ありがとうございます。じゃあスタート前がね、はい、いいんだね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは別の方を受け取ってください。させていただきます。はい、はい、続いての方、続きましてお待たせしました、はい、どちらからお越しでしょうか。川崎から来ました。あ、川崎からありがとうございます。フロンターレのバスで来たんですけど、はい、ありがとうございます。友達と一緒に行って、はい、レースのことと
の歌手近藤真彦さんのことではないんですけど、うん、来年60歳迎えるんですけど、バラじゃない、すいません、私は小学校の時に高校生って言われたくらい老けてたんですけど、今、はい、とても若さが若いんですが、若さの秘訣をちょっと教えていただきたいんですけど。若さの秘訣、いや知りたいっすね。これは一番若いですもんね。まあ、あの、若くないですか。全然なんかその年齢を感じさせないよね。いや、びっくりしました。若さの秘訣、うん、若さの秘訣なんだ。シワが全然ない。はい、肌が綺麗。お金かけてますから、アイドルですから。違う、だからね、そういうの一切やってない。あ、そうなんですか。多分あの気使って、あのなんかこう、まあよく病院とか行くでしょ。あ、まあいろいろあの施術するっていうか、はいはい、美容外科、はい、美容外科、はい、CM よく出てるの、はい、そういうところとかやっぱ行かないですね。あ、そうですか。いや、行く男子は行かないです。行かないよ。まあ行ってんだろ、ちょっと。ちょっと俺川崎だった時より鼻が高くなった。ちょっと危ないトークに脱線してきそうなんですよ。まあでもあの、僕パーソナルスポンサーさんがガーデンクリニックさんで美容整形やられてたんで、あの、まあ、二重を僕一重なんですよ、はい、二重整形したくて、しかもただでやってくれてて、一回こうなんかやったんですけど、あ、なんか注射みたいな、このイメージこんな感じになるよみたいな、はい、あまりにも変でやって。でもたまにあのハイフってのありますね、はい、こう上がるやつ、うん、たまに行ってます。へー、おー、すごい。でもね、意外なのはここの監督さん、すごい美容に気遣ってる。和義星野ですか。そう、はい、星野さんってそういう気がしないでしょ。すごいよな。そうですね、結構いろんなことを、美しさに対して欲求が結構高い。ちょっとひげ減ってきたと思うのに。え、ちょっとひげめちゃめちゃ似てますね、言い方。あ、ちょっとね、このままで、あの、痛いんだけど、ピリッと痛いんだよ、ピリッと。ピリッとね、脱毛。なるほど、そうなんですね。でも特に若作りは僕してないです。でもじゃあ、あれかな、監督はやっぱ内面かな。そうですね。結構そういう、なんかこう、まあまあ、気持ち的に、大人じゃないってことなんですよ。だそうですよ、はい。いつまでも少年の心を持ち続けるのが若さの秘訣ということで、うん、はい、ご質問ありがとうございました。ありがとうございます。靴の方、いや。はい。関口選手の無料はちょっと笑ったな、はい、面白かったね。やってみたけど全然。はい、はい、ありがとうございます。3人目の方お待たせしました、はい、はい、どちらからお越しですか。仙台から参りました。あ、仙台から、東北からありがとうございます。はい、関口選手にお聞きしたいんですけれども、あの2016年のセドアのレースでちょっと漫画みたいな、ちょっと、はい、ものすごいレース見させてもらったんですけども、あの時の気持ちっていうのをずっと聞いてみたくて、あ、はい、どんな気持ちで走ってたんですか。いや、あの時のレースってね、覚えてますよ、覚えてます。すっごいあの独走でぶっちぎってて、だけどセーフティーカー出ちゃってピットの時間がなくなったんですけど、ピットの時間をまた稼ぐべく爆走して、で結局また優勝したって、あのレース。そうですね、はい、あれは本当に変な場所でセーフティーが入ってしまって、一応見た目上トップなんですけど、自分はピットに入らなきゃいけなくて、後ろの車たちはもうピット置いてたんで、はい、実際は1位じゃなくて、うん、でもピット入っても、そのピット入ったトップの人たちの前で帰るためにすごいギャップを作んなきゃいけなくて、でまあ、無我夢中で走ってて、で本当にもう考えてもしょうがないんで、とにかく集中して、あのミスなく少しでも速いラップを刻むことを心がけてて、で最後そのなんかいけるかもみたいな無線が入ってきてから、そこからはあと何秒ぐらい稼いだら、ピット入ってコース戻ってもトップで戻れるよって情報もらって、まあ、そこからは、まあ、それも目標に頑張ったんですけど、ほぼ多分もう無我夢中で何も考えず、とりあえず速く走ること考えてました。会場、あの時に本当にあのレースっていろんななんかこうシチュエーションがあるんですけど、なんかドライバーがこう神がかったような走りとかレースをしてくれて、なんか僕らこんなレースになるんだってなんかこうすごい興奮する時ってあるじゃないですか。ありますね。そういうレースを作れるドライバーだし。そうなんだ、はい、タイミングだとかね、あとは場所もそうですよね。やっぱりその何秒か稼げたのも都合のあのピットロードの短さがあるから稼げたんだけど、あれがもし富士とかね、鈴鹿とか富士とかここだったら、うん、
やっぱりピットロード長いんで、はい、そこまでのマージンは稼げなかったかもしれないけど、うん、だから持ってたんですよ、その時に、そうですね、全てがやっぱ噛み合って、うん、でも今聞いたら、でも質問してくれたからあれですけど、もう無我夢中ですごい集中してたっていうのはね、うん、今初めてこうやって、まあでも普段もね、あの一応集中してるんですけど普段も同じようなモチベーションでやってるんですけど、ね、まあやっぱ機械を使うスポーツなんでね、うん、機械がちょっと調子悪い時もありますからね、まあまあでも今日はじゃあ神がかったちょっと走りで、ちなみに今日何週目で入るの急に今会長から監督の顔に変わりましたね。今日は10週目いやいやこれ引っ張るな予想ということで、もうすでに駆け引きが始まっておりますけれども、はい、ライバルチームでね、はい、ということでご質問ありがとうございました。でここでですね、はい、せっかくですね、川崎フロンターレサポーターの皆さん、おいおい応援来てくれましたの で関口選手と近藤監督と一緒に記念撮影をしたいと思います、うん、いいですね、はい、はい、じゃあですね、はい、ご移動いただいてもよろしいでしょうか。じゃあ少し、はい、移動していただいて、はい、ですね、皆さん、あのですね、今回撮影される写真はですね、はい、後日 SNS やウェブサイトなどに掲載される予定ですので、はい、今日こんな暑い中本当に来ていただいてありがとうございました。あのこれからレース、大体まあ2時間後ぐらいにスタートして、約37周なんで、はい、ざっくりなんて、どれくらいだろうな、1時間まあ15分とか30分以内、30分間走るんですけど、今回22台あの僕だけじゃなくて本当に素晴らしいドライバーとチームがいて、まあ、海外からもトップドライバー参戦してて、素晴らしいレースができると思うんで、しっかり、楽しみに、見てもらえたらな、そして、応援してもらえたらなと思います。ありがとうございました。はい、大きな拍手よろしくお願いします。また茂木で関口選手のあの熱い優勝を見てみたいと思います、はい、そして近藤会長お願いします。今日はもう本当に今関口選手が言ったように、ドライバーがいいレースを見せてくれると思います。また皆さんね、モータースポーツが大好きで今日来てくれたと思うんですけども、次回来る時にはお友達やご家族を連れて遊びに来てください。今日は目いっぱい楽しんでてください。ありがとうございました。はい、大きな拍手よろしくお願いします。近藤真彦監督、そして会長、ありがとうございました。この後の決勝レースご検討お祈りしております、はいはい、大きな拍手でお送りください、はい、ありがとうございました。スーパーフォーミュラネクスト号スペシャルトーク終了となります。皆さん拍手でお送りください。近藤真彦監督、関口優衣選手でした。皆さん暑い中本当にありがとうございました、ね、はい、ありがとうございました。楽しんでいただきました。